さあ、ゼロニウムでいつもやってるこの2人が98で、ゴーさん的になんでこんなとこでやんなきゃいけねえんだよみたいな顔しているけど、さあ、ケンヤさんも、あれ、あ、やっぱタクマは入ってる。今日はこれどっちなんだ、まだわかんないですよね。おっと、投げ前が意外にやはり狭い。あ、表、ね、あ、とか裏はレッドないですもんね。そうですね、ケンヤさんあの草の強く使うから裏の方だと思う。あー、はいはい、今回は表でした。だからその表と死ぬまでに5割ぐらい減らされちゃいました。確かに山崎もリードしてるとすごい面倒くさいじゃないですか。ありますよね、一気に。リーチ長いから自分もすごい苦手なんですよ。おっと、あーっと、あーっと、ボスたち、これは信頼関係で言っていいんでしょうか。ボーさん AB の確認をしてました。しっかり。さあ、しかし、ケンヤさんにはゲージがない。ケンヤさんはたんまりある。この状態でも油断できないですね。油断できないですね、これ。走って。今のはうまい。うまい。さあ、次々と攻撃が当たっていく。面白いように。おっと。ジャンプで。これは読んでいたか。なんか発動状態だったからかなり痛い一撃でしたね、はい、一発が。そうですね、回復入れて4割ぐらい残ってるってことは結構減らされましたね。抜ける、確かに当たる。シャガビーで抜けられるんですね。初めて見ましたね、はい、さあ、これはうまい。ガーキャン裏裏行ってしまうが出ない。なんかケンヤさんがいつもよりも全然違う慎重なプレーで、確かにちゃんとゲームに合わせてる感じがありますね。ですね。まだまだ。ゲージの方が1本たまらなかった。今日のゲームは効果悪いなのでゲージはない。これは苦しい。さあ、なんとかコンボミスに救われる形となる。これは手向けでした。厳しい。なんか出してたっぽいですけどね、カウンター一ついってたんで。さあ、大将戦ラルフ最強。さあ、発動いけ、石がいけ。3発で4割ぐらい。素の声が出ましたね。1回何かでもなんか1割ぐらい減ってますね。やばい、これは苦しい。うまい。パンチ君が強い。ここで滑り込むようにガンツさんが、はい、ここで、まあ、今日は自分は1でいいんで。あ、なるほど。これで全員1回出ることなのかな。あ、ジョジョ君以外はそうかな。これなんかトレードが開かれてますね。確かに、ケンヤさんは千鶴が嫌だから千鶴はやめてくれと。でもガンツさんなら千鶴取ってくれるかな。これで地図だったらだいぶやばいですよね。やばい。まあ、それか象徴のアテナか。あ、ベニマルだけちゃんとカラー変えてますね。確かに B カラーかな。 B カラーっぽいっす。あ、マチュアが初手。初手だからやっぱりゲージあった方が消費入力高いかなと思って、中堅が大将のイメージが。あ、そうですよね、あるんですよ。ゲージないとやっぱり詰められた時に車の切り返しがね、難しいですからね。おっと、消せない。うわ、消せない。すごい、女版暫定がいっぱい入りますね。確かに。
本当98のは性能いいですからね。いいですねこれ。これもし波動拳とかで出たらすごいことになりますよね。確かに。で使ってますね多分本気で出して。やばい。ここは最後まで消せない。まあ荒波が前に踏み込みますからね。ちょっとタイミングが難しいっちゃいますから。はい。ランサーはなんかこう弾打たないと見せかけて打ったりとかすごい上手いんですよね。見てると。そうですね。使い分けがやっぱり上手いですよね。ここは強気に出るが、もう強気ヘッド。さあだあもうファンサービスを心得ている。ファンサービス確かに。コパンで暴れて、危ないとケンヤさんが叫ぶ。避けている、確定。ここから本気出すよと、なんか明日から本気出すみたいな感じで来るんですが、はい、ケンヤさんの真骨頂はこのキャラですからね。素晴らしい。このキャラが強い。投げは通ってフィニッシュ。素晴らしい。フォーツ、フォーツ、なんかブツブツ言ってますね。何か言ってます。さあガンキャン戦線から、さあしかしちょっと雲行きがガンピガもちょっと怪しいかもしれない。さあこれがきついんだろうと言わんばかりの相打ち。ガンキャン冷たすぎる。これ確かにこれ結構タクマきついな。これやばそう。あいゆちさあ何をやらすよ。待ってましたと言わんばかりに後ろにつくゲームを拾う。はい。でワンピー側がジョジョくん。ジョジョくん、削るイオリ、ウラクリス。ウラクリスの顔すごい怖くないですか。気持ちいい。だいぶやる気満々ですよね。超怖いっすよね。お前分かってるよなみたいな顔してましたよ。はい。さあジョジョくんがいつもと違うキャラ、まあワンライフ目ですからね。いや最近千鶴とかイオリをよく使うのは見ますね。おーなるほど。さあ開幕から強気な選択肢が光るガンピ、繋がっている。終わらせる。死んだ。先ほどの試合とは打って変わってというか全く違う動きしてますね。またそれがガンピさんの強みですかね、はい、さあ足払いが対空になっている。すごい、もう格闘ゲームの原点ですよ。飛ばして落とす、飛ばして落とす。さあ引っかかっている。間に合ってるのか間に合ってないのかよく分かんないなあれ。ああ確かに。さあ逃げてめくっている。なんということでしょう。なんということでしょう。リボだったね今の。さあこれにはジョジョくんも苦笑い。さあジョジョくんの大将の裏クリス1枚。さあ露骨にジャンプ飛ばし刺す。冷たすぎる。さあしかしなんとか抗えない。さあ裏クリスで反撃ののろしが上がるのか。そうですね、ちょっとまだ分かんないですね。ゲージ差もあるので。これはさあ徹底している。ここは前転から投げを通してしっかりガードしている。さあ結果的に暴れ潰し。さあおっとダブルアップを狙ったのかどうなのか。おお当たってしまう。すごいフィニッシュ。
笑い、デクルさんは、まあ、草薙一族というような感じのチームですね。まずは未完成から来ましたね、これ。これはライバルの弟子の成長を見てやるとやんばかりのベニマルが出てきたが、若干リードしているのはまだシンゴ。おお、アイモンアッパー結構強いですね。 PC も強かった。確かに PC の方が強いか。あ、この時はまだ名前募集中。トルダーが通る。うわすごい。うわ詰めた便利。さあしかしリクさんの信号もまあ最低限仕事はしたといった感じでしょうか。ゲージを残して、さあワンコンボ、これベニマルシアだいぶでかいですよね。ピオル、ピオル早い。おっとライフ保険が出なかったかな。そうですね、なんかダメージは抜群といったところ、効果は抜群。あ、ガンピのベニマル、ベニマル見てると MP がいつも以上に強く感じますね。強く感じます。はい、なんかアテナのボールの性能良くなってるからみたいな。確かに。さあ徹底したスタイルでリクルさんを詰ましていく。ここはうわー、すごいすぎる。ライバルの親父にお前も引退なんだよと言わんばかりに。リベンジという言葉もライフ2個ならではですね。ケイさんは変わらずのチーム。まあ、まあ今日当てるのが普通ですかね、ベニマルには。どうしても聞いてるのに優しく教えてくれるガンプさんもかなりいいところがありますよね。紅白戦でレクチャーしながら対戦してるぞ。なんすか、初心者講習会ですかこれ。確かにダメージがちってますね今の。さあここは当て身からもう一回。あれもう一回だったら切れてもいいと思います。さあガンピが教えた行動がきつい。自ら首を絞めていくスタイル。おっ、おっと、おっと、ちょっとおしゃれだったが最後は入らない。投げからゼロドット。これはこれはレクチャー通りにはなったが、結果的にはガンピさんが残念な結果にと負けている。まあそれもガンピの余裕でしょうか。さあ続いてマチュア。先ほどこれだけでやられてしまった。苦しい。まあ最低限ガーキャン今みたいに使わせるのはいいですか。これはどうしろと、ダンテッパーが強い。なんと、ケンヤさんらしいところ、今のは見ていたと言わんばかりに。だが、ドッカビとシャガシー、すごい顔をする。来ると思ったよと。てんやさん本当になんか楽しそうにゲーム やるのがいいですよね。後ろで見てても楽しいんですよ。はい、うわー投げる。金 B 見えているのに間を投げる。さあこれはリベンジに王手がかかったか。さあ確かにリベンジになるか。
おっと、コマ投げミスか。さあ、地上には繋がらず、飛ばしからサイコボール飛び込み C から小乱極、あーもう一回、もう一回この使用頻度サーキンの空手超えるんじゃないですかね。でもゼロニウムよりはなんか初動の動作が早いですからね。なるほど、試し時間みたいなのがあっと、あーだー使わざるを得ない。あれは使わざるを得ない。このまま勝ちに乗じていくぞって確かにどんな勝ち方してんのおめえよって言います。はい、ここで座るのがかなさんこと12月15日の19時から小岩でゼロニウム大会ですという告知も兼ねた、はい、参加でございます。レジャーランドですよね、おそらく。はい、小岩のレジャーランドね。さあ、かなさんのチームがゼロニーとは打って変わってラルクラちゃんというなんとも無才チーム。さあ、先攻戦は強対クラークですが、おっと、あっと、ケンさんも痛いミス。走ってナパームっぽかったけど、とりあえずフランケンで掴んでしゃがみ B ヒット確認。おっと、追い打ちはしない。あっと、うまい。さあ、あれはケンさんの本当にお箱というかね、しっかり見てますね。届く、あそこから届くのやばいな。さあ、ケンヤさんが逆転して、ついでチャン。さあ、近づくまでが勝負なんですが、いきなり近づかれてしまう。すごい当たり方、あっと、なんかすごいことになっている。うまい。なんで急にケンヤさん、急に急に理想的な反撃を素晴らしい、確かにいい判断。反撃は使ってレッドが刺さる、うまい。ケナさんがちょっと覚醒状態にあるのか。さあ、一気に押し切ってしまいそうな勢い。さあ、カナさんなんとか止めたい。いただきまして、画面端、ここはさすがに掴んで死なない。ここはうまく投げでフォローして、まずは草薙を一人倒して、ケンさんの中堅のラルフ、ここは同キャラ。さあ、ここは発動していく。やはり勝つためには何かやらなければいけないが、ここは投げをもらって引き攻めは足払い、遠心はガード。さあ、なんとかしゃがみしい連続で抗っていくが、残り体力が少ない。あっ、うまい、投げ返して、もう一回、これはちょっと分からなくなる。さあ、ラルフキックを打ち合う。確かにラルフキックって本当に困りますよね、やられると。あっ、さあ、年季が違うとカナさんのラルフキックの方が強い。さあ、抜けられない、あの状態からここまで持ってきたカナさん、さすがか。さあ、攻撃を当てた後なのであまり隙がない。最後はしゃがみ強パン後継でフィニッシュ。スーピー側は、シンゴさんが行きます。さあ、慎吾さんはいつもの2キャラに千鶴が入っていますね。
さあ練習中でしょうか。ここは兄弟ズルという組み合わせ。さあ練習中とは思えないかなり打つの使い方とうまいですね。さあレッドはガードしてしゃがみし、おお、これはケンヤさんもアグレッシブに動いていく。レッドはガードして、これは潰される。漏れたところに投げが入ってジャンプ飛ばし追い返して遠心漏れて、うまい立ち入れて潰している。さあしかし今度は潰しきれない。続いて今度は2番手にタクマ、ここは断裂剣まで入れて、大きい攻めは吹っ飛ばしカラキャン攻撃に引っ掛ける。体力を減らさず次に出てくるのはアテナ。開幕サイクボールから飛んでカラキャン通常投げ、アテナが面白い風に攻撃をどんどん当てていく。これは同時くらいに出る、何かが見えている。空中投げから逆投げを外して引っ掛ける。おっとこれはサイコソードミスか。さあ苦しい。非常にシンゴさんのアテナの動きがいいですね。さあゲージが緑に4つも光っている。これは確定したのか。あら発動して豪華に使っていく。これは潰される。やはり98のビットはちょっと怪しいところがありますね。判定的にさあ今のでちょっと流れが変わりつつある気がする。もう一回前転からアルゼンチン。おっと投げが出ない。ジャンプへ空対空からいけ。さあしかしこの組み合わせは結構勝負にはなると思うんでまだ全然わからない。急降下発動、さあ近い距離が近い。これはしっかり決めていく。さあダイモンの洗礼を受けてシンゴさんが勝利。